ジョブクロスビーエースということで、さあ今日も佐々木智也成長日記、いきたいと思いますけども、今はですね、自宅でもバンバンランクアップやり続けて、なんとプラチナリーグ2位まで来ました。結構頑張って、なんとか頑張ってきましたけど、早く3がマックスですもんね、確かプラチナランクで。3の中でもなんかいろいろあるんですよね、なんか常人とかなんとかかんとかっていうね。プラチナランク3に上がりたいですね。さあ相手のピッチャーは西、この先頭バッターをしっかり抑えることが重要になってきますからね。インハイ待ち作戦、インコースからだ。うわストライクか、コントロールいいな相変わらず。さあ外してくるのか、打ちました。ショートゴロ。バッターは2番に入っている坂本。めっちゃコントロールいいな。カクカクしてる、カクカクしてる。お、いけるいける。うわあさ、コントロールがビタビタやな。見えてる見えてる。いったー、ホームラン。よっしゃ来た、打った。この先制でかい、初回の坂本さすが。いいよ、オッケーオッケーオッケー、連打連打。ほら調子上がってきた、マッチ行こうよ。あ、今いい感じだったと思ったけどな。なるほど、さあバッターは何を待っているか。高めのボール。あ、今のダメなのか、いい感じで打ったけどな。一塁牽制。ふわ、いいよ、連打来てるよ。さあ4番行こうよ。振り遅れた、カットカット。はあ、キャッチャー、ほら熱を言いたいな。一番最初以来熱を言ってへんのんじゃん。ほんと先制となるホームランが出ています。これが初球、初球空振りです。ストレート、インサイド落ちました。うわあ、差し込まれた。まあいいでしょう、まあいいでしょう、先制しましたからね。大きいよ。さあこれからホークスが守備につきます。さあ千賀行こう。糸井が打席に入ります。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。インコースファウル、これが2球目。オッケー、何でも振るんちゃう。フォークと見せかけて縦スラで見逃し三振。ボール振ってきた。はい、オッケー。何でも振るな。俺と一緒やな。何でも振る。さあ、いくね。振っちゃいな。はい、おいいよ。はい、サードゴロ。オッケー。俺と一緒のタイプやな。何でも振るよ。マウンド上千賀、そしてキャッチャーは小林。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。オッケー、低めに目つけさしといて高めで詰まらす。完璧、リード完璧。さあ大事、行こう、もう1点行こう。打順は6番、インハイ待ち作戦や。ホークス1点リードで迎える最終回です。初球打ち、オッケー。ほらインハイ待ち作戦成功や。投げちゃうんだよね、インハイにね。ビットでランナーを一塁に置いています。佐々木はバンド行こう。ここは送ろう、しっかり。あれ空振ってるやん、バンド。ダメや、打ちに行こう。ふぅー、さあ止まりだ。さあおかわり君行こう。インハイ待ち作戦や。こういうお前は絶対インコースを投げてくる。ほら投げてきた。ほら投げてきた。インハイ投げちゃうんだよね。もうインハイ待ち作戦や、ほんと。追加点の欲しい場面、何が起こるか分かりませんから、ここもしっかりダメ押しで取っておきたいですね。インコース待ちからの
ここはゲッツー狙いのボールには気をつけたいですよね。あ、そうですね、タイミングがなかった、がっついた。あ、見えてる見えてる見えてる、インコース待ち作戦。あー、差し込まれた。くー、読み渡ってんのにな。インコース待ち作戦、ここはしっかりダメ押ししておきたいところですよね。そうだね、なるほど、そうですよね。さあ、2球目は何か。あー、セカンドゴロ、途中まで読み当たってたのにな。4安打も打って1点しか取ってへんや。タイガース最後の攻撃、さあ、戦が最終回、しっかり踏ん張ろう。ホークス1点リードで迎える最終回です。もう受けないっす、落ち合いドラゴンズ戦法や。オッケー、サードマッチ、オッケー、1点を守りきる。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。フォークと見せかけて、ツーシーム、ストライク、154キロがいきなり出ました。ツーシームと見せかけて、フォーク、はい、インコースを打ちました。低めからの高め、おい、詰まった。うわ、ヒット、詰まらしたのに。ヒットでランナーを一塁に置いています。そうそう、インコースばっかりじゃないですよ、ね、いきなり出ました。アウトコースも行きますよって。低めはボール、ここはゲッツを取りたい場面ですよね。そうですか、やばい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 、おー、ボール危ね、調子こいたらあかんな。ちょっと慎重になるでしょうね。そうですね、今のところは手を出しませんでした。ストライクです。2ストライク2ボールと追い込んでいます。ゲッツ、あ、ボール入ってるやろ、これ絶対走ってくるパターンやろお前ら。これあれや、高めのフォークや。三振ゲッツー、完璧、小林、世界の小林、完璧スローイング、三振ゲッツーで試合終了っす。いやー、やっぱりディフェンシブ、これですよ、今日の勝因は。いやー、勝ったねー。さあ、勝ったということで、ガチャいきましょうか。ガチャじゃないよ、また怒られるわ。契約書、 S ランク、あ、違う、ゴールド契約書がいっぱい集まって、あの今8枚あるんですよ。なんか噂によると、あの、いっぱい一緒にやる方が S が当たりやすいってなんか噂で聞いたんですよ、1枚1枚じゃなくて。で、だからもう、あの、8枚集めたんで、今日これを一気にやって S 当たるのかっていうね、検証を、8枚ゴールド重ねでハッピーになれるのかっていう検証です。さあ、行きましょう、一斉に。くぅ、当たんのかなこれ S。 今まで1回も当たったことないけどね。さあ、ゴー、レッツゴー。おー、なんか知らんけどエジプトみたいな王様が飛んだ。これ S あるんちゃう、こ、え、あの王様飛んだ確定とかあんのよこれ。おー、光って、カットインからの、これもう確定じゃん、確定じゃん。ガラス割るよ、これ終わった。あといつ出てくるか、高山、 B 高山、 B 谷本、 B 高橋、 B 塩見、ほら、はい、来た S マルテー、聞いた。あと BBB まだあんの。お、 B が7個の S マルテス、すごくないですか、当たるんですね、やっぱり。その一緒にやると、これやっぱ食べなきゃいけないですね。8枚とか10枚とか、やっぱ8枚、今度もじゃあ8枚貯めてやりましょうか、ハッピーにね。8枚ゴールドで S 当たるのか検証、確率 100% ですね今。でもマルテ、子育て代打の切り札ですね。ふー、あかん、あんまり代打の切り札育てすぎると、あのザッキーチームの柱 B の秋山に、あの代打を出したい欲が出てくるのがちょっと怖いっすね、柱なのに。まあでも当たるっすね。ゴールド契約書は8枚重ねて出すと S が出ます。あたしゃ、コラボ企画、
NPB に所属している現役選手の中からプロスピセレクション第1弾でですね、キャリアハイ成績でゲームになんと登場します。